はい、それでは、上野動物園の大橋です。よろしくお願いいたします。最初にね、今日はコツメカワウソってどんな動物ということで、生態と魅力ということで少しお話しさせていただきます。今の職場に来る前ですね、多摩動物公園で飼育係もやっていてですね、その時コツメカワウソの飼育担当でしたので、まあ、その時の写真を中心にですね、ご紹介したいと思います。カワウソが結構好きでですね、海外研修という制度があるんですけれども、まあ、そこでドイツのカワウソセンターというところにも行ったこともあるぐらいですね、まあ、結構カワウソは好きなんですね。なんで魅力をね伝えられればいいなと思ってます。はい、で最初にね、世界のカワウソということでですね、カワウソはどんな動物かっていうのを分類学的なお話をしたいと思いますけれども、簡単にですね、イタチの仲間になります。でですね、世界に13種類いるんですね。でこの右側の表にあるんで、まあ後でネットで調べてもらえばいいと思いますけど、結構絶滅危惧種が多い種類になってます。で南極とね、ニュージーランドとかオーストラリア以外にはほとんどの場所に生息している種類になっていまして、まあ、幅広い環境にね適応している種類になります。で、まあ、ここにコツメカワウソ赤字で入ってますけれども、あと上野動物園にはね、ユーラシアカワウソという種類もね飼育されています。後でですね、東園にいますので、ぜひねご覧になっていただければと思います。で一つね、ラッコというのもいてね、これもね実はカワウソの仲間なんですね。海に住んでぷかぷか浮いてますけれども、あれも、カワウソの一種なんですね。ぜひですね、またそういう目で見てもらうと、あ、カワウソっていろんな種類がいるんだなというのが分かってもらえるかと思います。で、これがね大体ざっくりとした分布図ですけれども、まあこことね、ここら辺以外はね大体まあ幅広く世界中に住んでいるというのが分かってもらえるかと思います。まあカワウソっていうぐらいなのでね、水辺のが環境があればですね、大体暮らせるという動物になっています。で今日はね、コツメカワウソにご紹介しますけれども、まあ、世界で一番小さい種類のカワウソになります。群れでね暮らす動物なんですけれども、まあその特徴をですね、いくつかご紹介しながらですね、その魅力をお伝えしていきたいと思います。でね、コツメという名前の通り、小さい爪と書いてコツメって読むんですけれども、爪がねすごく小さいんですね。この先っぽにちょっとあるぐらいでですね、指先も丸まちくて引っかかれても全然痛くないような手になっています。ただその代わりすごく手先の感覚が鋭敏だと言われてまして、まあ、それでですね、砂の中を探ったりとか、岩の割れ目に手を突っ込んで何かして、カニとかね、貝とかそういうのをね、捕まえて食べているそうです。野生ではね、魚を食べるイメージがあると思いますけど、どっちかというと甲殻類とかね、そういうのを中心に食べているというふうに言われています。で当然ながらカワウソなんで、後ろに水かきがあってですね、上手に泳ぐことができます。これの後ろ足ですね。で可愛い顔してますけど、非常に牙が鋭くなっています。これはね、ちょっと無理やり治療中に口を開けてもらったところですけれども、犬歯がねすごく鋭いんですね。なので長靴ぐらいだったらね、簡単に穴が開いてしまいますし、噛まれたことはありませんけど、多分すごく痛いと思います。で野生ではね、先ほど甲殻類食べると言ってましたけど、これね、上野動物園の写真ですけれども、ケイトウといって鶏の頭をね食べているところですね。はい、こういう骨があるところでもね、バリバリ食べてしまいます。で実際ね、かじる様子をね動画でご覧いただきたいと思いますけれども、アジをねかじってます。はい、こういったワイルドなね食べ方をしますね。はい、でね、泳ぎが得意、まあ、カワウソなんて当然だと思われるかと思いますけれども、大人になればね泳ぎが得意になります。まあ後でお伝えしますけど、実はねちゃんと勉強しないと泳げないんですけれども、泳ぎが得意です。で水も大好きですね。しょっちゅう水に潜ります。これは泡が出てますけれども、毛の間にね空気の層があってですね、水に入るとそれが押し出されてくるという感じでですね、結構寒い冬でもね、活発にこう水の中に入って出てきてるということを繰り返します。まあこれちょっと動画がないんで連続写真になっちゃいますけど、こういった感じでねスーッとね後ろ足を上手に使って泳ぐことができます。で水入るの大好きなんですけれども、やっぱりね体がね乾いてないとね気持ち悪いのか、体を乾かすのもねすごく大好きです。水に入っては体を乾かすためにどっかにこすりつけて乾かすということをします。なので多くの動物園ではですね、布を入れたりとか、あとこれは麻袋ですね、
これは多分コーヒー豆とか入ってたやつだと思いますけれども、そういったものを置いてですね、そこで水気を取るということをします。まあ、革草なんで濡れても平気だろうと言ってですね、こういう布を置かないとですね、やっぱりそれはストレスになってしまってですね、あまり体に良くないんですね。こう体をいかに乾かすかということが重要で、飼育する上でもですね、まあ、水場も大事なんですけど、どちらかというといかに陸地をねきちんと作ってあげるかと、乾燥した環境を提供するかということがね結構大事になってきます。で、子供もね、当然体を乾かします。こうやってね、親の真似をしながらですね、体をねゴシゴシこするということをします。でね、新しいものも大好きです。非常にね好奇心旺盛な動物です。ちょっとね変わったものがあるとですね、みんなで寄ってきて、いじくり倒すということをします。まあ、これはね段ボールを入れてみたところですけれども、みんなで寄ってたかってですね、ガジガジガジってあっという間にバラバラにしちゃいます。で、先ほど手先が器用だというふうに言いましたけれども、まあ、感覚が優れてと言いましたけれども、すごく指先、手のなんていうかね、手のこなしがいいというかですね、ビー玉とかをあげるとですね、上手にこうビー玉をコロコロしてですね、遊ぶのが大好きです。まあ、上野動物園でもビー玉をあげてるというふうに聞きますけれども、はい、これはタモですね。子供でもですね、こうやって上手に手で持ってですね、遊ぶということをします。こう腕の上をねこう転がしたりなんかしてですね、遊ぶということもします。で、まあ、変わったところではですね、本当に遊び好きなので、上からなんかぶら下げるとですね、すぐ食いついてですね、ふにゃふにゃして遊ぶと、まあちょうどねこう追いかけてねぶら下がって遊ぶということをしますね。で、後ろでね木の上で体こすっているのがいますけれども、ああいう感じですね、布がなければああいう木のですね、ちょっと、乾いたところで体をこすってですね、ちょっと乾かしたりとかですね、いうこともしてますね。なので上野動物園の個体は今1頭しかいませんので、あまりねちょっと待ってください、はい、活発に動かないんですけれども、それでもね動いちゃ寝てということを繰り返しますね。集団の方がねよく活発に動きますんで、まあこうよく眠るとありますけれども、基本的に群れで生活する動物なので、集団でわーっと動いて、ご飯食べて、まああとはね休むという生活を繰り返します。基本的にはお腹がいっぱいになったらよく寝て、パート休めるというふうな生活ですね。で、繁殖もね、あったかいところに、東南アジアに住む動物ですので、あまりこう冬とか夏とかそれはないんですね。一年中繁殖適期ですので、年に2回ぐらい繁殖をします。で、なので、1回にね仕事は産みますので、仲のいいカップルですと本当にどん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 増えていってしまいます。なので日本の動物園ではですね、あまり増えすぎちゃいけないということで、まあ、計画的にですね、ペアリングしたりとか、あと繁殖抑制を図りながらですね、徐々に増やすということをしています。で、子供の成長状況をねちょっとご紹介しますけれども、これがね生後6日目ぐらいですけれども、ここにねお母さんが加えてますけれども、まあ、最初はねこんぐらいの状況で生まれてきて、自分では動けませんので、お母さんが世話してくれます。で、結構家族でね、世話をしますんで、他のね兄弟とかお父さんがですね、危険を感じると子供を動かすということもします。まあ、巣箱の中ではですね、こういった感じで固まって似てますね。で、色もですね、まだ、なんていうか、白いんですね。毛も白い、感じで、これがだんだん黒くなっていくと。で、これ生後12日目でまだ目が開いてませんけれども、後ろ足の爪を取ってみたんですけれども、骨爪カードなんですけど、生後すぐはね、まあ、爪が結構鋭くてですね、こんな感じで尖った爪を持っています。これがだんだんね、削れてきて、今のマッチ爪になっちゃうんですけれども、はい、といってね、結構もう小さい動物ですので、あっという間に大人になっていきます。まあ、24日目がこのぐらいで、38日目ぐらいで、まあ、目が開いてですね、まだまだ動けないんですけど目が開いていきます。で、49日目ぐらいになるとですね、50日前後になると自分で動けるようになってですね、あっち行ったりこっち行ったりするようになってきます。で、70日ぐらい経つと、もう大人と同じように餌も食べるようになるということで、まあ、こういった成長過程を経てですね、まあ100日もすればですね、まあ、ほぼほぼ小さいカワウソという感じになってきます。で、泳ぎはね、最初はねすごく下手くそです。親兄弟からですね教えてもらわないとね覚えないんですね。水も怖がりますので、基本的にね自分から水に入ろうとしないんですけれども、
親とかね兄弟がね無理かり水に突っ込んでですね、泳ぎを教えるということをします。なので、最初はね少し浅い、水位から始めてですね溺れないようにして徐々にこう泳ぎを覚えていってもらうということをしないと、結構ね溺れます。私もちょっと溺れさせかけたことがありましたのでこれは注意しないといけないですね。あの親がどんどんね水の中で突っ込んでですね子供がうまく上がらないとですねそのままちょっと弱ってしまうということがあってですね、何とか助け出しましたけれども、はい、こんな感じでね首根っこを掴んで無理やり水の中に引きずり込むということをしています。で覚えていくんですね。はい、ということでですね、まあ、コツメカワウソは可愛いと書いてありますけれども、まあ、本当にね、コツメカワウソね、可愛いですよね。あの、まあ、後で実際のものをね、あのコツメカワウソを見てもらえればいいと思うんですけれども、まあ、あの、ちっちゃくてね、あの、本当にキュートなんですけれども、私も、あの、コツメカワウソの飼育担当になりたいと思ったのは、やっぱり他の動物園でですね、コツメカワウソを見てですね、あ、可愛いなと思って、自分も、自分の家にね、このカワウソが来た時には飼ってみたいなと思ったところからですね、まあ、飼育を始めたというところがあってましたので、まあ、それはね、可愛いというのはそうなのかなと思いますけれども、実はね、その可愛いコツメカワウソを、ね、まあ、もっと身近にいてほしいとか、そういう気持ちがですね、実は大変なことにつながっているということをですね、この後、WWF ジャパンの、ね、方にね、少し教えてもらえればというふうに思ってますので、この後はね、引き継ぎたいと思います。じゃあ私の話はこれで一回終わりたいと思います。ありがとうございました。